女は今どうしてるかな。誰か来たのか。神山さんに会いたくなって来ちゃいました。そうか、俺も会いたいって思ってた。神山さん、嬉しいです。クラリス、あの、もしよかったらもう一つだけ付き合ってもらえませんか。今日という日の思い出に行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。これは観覧車か。前に来た時は準備中で乗れなかったんだよな。今日どうしてもこれに乗ってみたかったんです。神山さんと一緒に。どうして。だって今日は特別な日ですから。さあ乗りましょう。思ってたよりゆっくりなんですね。これより早いとさすがに怖い気がするよ。それにこれぐらいの方がゆっくり話せていい。そうですね。あの、神山さん、どうした。そのお願いが、もっと近くに来てもらえませんか。近くに、あ、これぐらいかい。近すぎます、神山さん。ごめん。ドキドキしすぎて心臓に悪いです。これぐらいでいいかな。それで一体何を。実はこの間見た活動写真でとても素敵なシーンがあったんです。それを二人でやってみたいなって。もちろん脚本の参考になるかなって思ったからですよ。あの時できなかった特別なデートを、続きを体験させてください。クラリス、わかった。俺にできることなら何でもするよ。クラリス、これは何なんだ。そんなに動いたらダメですよ、神山さん。チョコスティックが折れちゃいます。端から二人で少しずつ食べるんです。顔を近づけながら。物語が輝き出す。少しずつ、少しずつ、冷静に、慎重にだ。どうし、もう少しで食べ終わるぞ。しまって耐えられないって。ごめん、
近づきすぎたかな。あ、違うんです。嫌だったわけじゃなくて、すっごくドキドキしちゃって、頭が熱くなって、このままじゃ心臓も破裂しちゃうって。そうか、実は俺もドキドキしてたんだ。でももう少しだけ近づいて欲しかったな。ん？クラリス。なんでもありません。